イレノさんは何て呼ばれるのが多いですか？これは名前が多いですよ。ミユって呼ばれるのが、まあ、二文字なんて言いやすいですもんね、うん、そうそう、ニックネームだから、できたことがないです、基本的には。何ですか、なんか、なんか台本にはイリちゃんって書いてあるんですけど、イリちゃんね、イリちゃん、まあ、呼んだ人もいますよね、イリちゃんって。イリちゃん呼んでくれた人もいますよ。ミユミユとかね、あと、あ、なんか可愛いですね。あ、可愛い。じゃあミユさんで、なんか無難新年からもっと攻めてほしいです、ね、攻めます。きついなきついな。どうせならさ、やっぱこのラジオ内でね、限定のしか、なんかちょっとフルーツ系でいきますか。僕マロンなんで、なんだろうな、イリノさんフルーツに例えると、パパイヤ、じゃあパパイヤ。いや、なんかちょっとイリノさん南国っぽい感じのイメージがあるんで。あ、でもそれはちょっとあるかもしれない。パパイヤさん、じゃあパパイヤでちょっと長いから、なんかちょっとそれをちょっともうちょっとパパそこパパやだな。パヤさんにします。じゃあせっかくだし、ちょっと待って、パヤさんじゃなくてパヤさんにして。パヤさん、パヤさん、イントネーション、パヤさんね、わかりました。パヤさん、パヤさん、はい。こんなに適当な技だな。カイト君も、カイト君もさ、僕はカイト君で大丈夫。ダメだよ。カイトはなんかやっぱだから、その果物がいいんですか。果物がいいんですか。果物だと何っぽいんですかね。まあ、果物なんかよくわかんないけどね。果物ですよ。秋の果物ですよ。木の実ね、どうなの、カイト君は、その村瀬君、あ、村瀬君じゃねえ、マロピーから見てどうなんですか。なんで合成したんですか。マロピーから見て、マロピーから見てカイト君は、何っぽいの。果物じゃなくなっちゃうんですけど。あ、いいよいいよ、もういいよ、何でも。あの、ナス。下ぶくれだからね。違う。どの辺が。いや、なんか直感です。あ、ナス。でもナスはニックネームどうすんの。ナスどうすんすか。ビーナス。ビーナス。ピーマロみたいな。違う。ビーナス。すげえいいイメージないけど大丈夫。あ、じゃあいいよ、もうさ、ナスでいいよ。ナス。ナス。ナス。